エチゴシラユキダケは短敷門に属し、新潟県魚沼地区で発見された新種の食用だけである。エチゴシラユキダケは発見当初、育った環境に応じてその形態を変化させることから、白トリュフとしばらく誤認された経緯を持つ。そのため、トリュフとして、食材として、料理に使われていた。その後、大学の研究機関などで実験、分析が行われた結果、 遺伝子レベルでは、単子菌類だが、単子器を形成しない新種のだけであるということが分かった。このキノコは、ナノ ITS 領域及び 26S、28S、ドナ D1、D2 領域の遺伝子分析により、サラッチオマイセステサレイトスと99%の相当性を示した。寒天培地上や、オガクズ培地上では、食菌類を中心として、 淡い白雪のような菌糸とともに、淡桃白色のジャガイモ状の菌糸界を形成する。オガクズバいちに生育した菌核。オガクズバいちに生育した菌格。えちご白雪だけは栄養学的に食物繊維に富み、その中でも新菌類に一般的に含まれる多糖類であるベータグルカンの含有量が高い。ただし、栄養成分として公表されている数値は目安に過ぎず、 それらの成分は生育環境により個体差がある。エチゴシラユキダケについてマウスを用いた単海投与急性毒性試験や1日あたり 3000mg をラットに対して90日間投与したアマン性蛍光毒性試験1日あたり 150.0g 摂取に相当微生物を用いた変異原性試験をクリアしたことにより 食品素材としての高い安全性が確認されている。なお、白トリュフと誤認されて、人に食べられていた期間が約14年間ほどあるものの、健康被害の報告は確認されていない。エチゴシラ雪だけは抗酸化作用と免疫不活作用が報告されている。またこれまでに、花粉症のほかアトピー性皮膚炎疾患に対して改善効果が報告されている。また、 ダニコーゲントフによって誘発したアトピーモデルマウスに約2週間経口摂取させたところ、発赤、かさぶた非形成、すり傷などの皮膚病変スコアが改善し、皮膚組織への肥満細胞の新潤抑制、n f パ b a r c 1 2 t n f α c o x 2などの炎症関連マーカーの抑制が確認された。 さらに、メタボリックシンドロームモデル動物における顕著な体重増加抑制効果や体頭脳改善効果の報告やアンケート調査から関節痛軽減や睡眠改善効果が示唆されており、現在、さらなる研究が進められている。いずれの試験においても被験者及び、被験動物に副作用や有害事象は報告されていない。短を形成しないため、エチゴだけは、 放棄を出さない特性がある。生産者により、その特性を考慮した、菌床栽培法の確立がなされている。したがって流通しているものはすべて人工栽培のものとなっている。菌床外地は、紅葉樹のおがくずを原料とし、脱脂ぬかなど、食品副産物や栄養源として襖や菌床活性剤などを配合して調整される。栽培では、 袋に詰めた菌床に対して、殺菌、摂取後、空調管理されたクリーンルームでおよそ1年間培養した後、収穫される。食感が良いとされ、食味に癖がないので、生のままパスタにかけたり、サラダの具材にしたりして食されていた。また煮る、炒める、焼く、揚げるなど、一般的なキノコ類と同様な方法で調理して、焼き物や天ぷら、揚げ物のほか、 パスタやピザの具材など各種の料理に利用されてきた。その他、健康食品の素材として、エチゴシラ雪ダケの粉末やエキスを含有した、打上製品やドリンク製品が流通している。2018年には化粧品原料としてのインジー、登録があり、今後のヘルスケア分野における用途の拡大が期待されるエチゴシラ雪ダケの分類、栄養成分の分析等を、 新潟薬科大学はじめ、山形大学、金沢大学など、全国の研究機関で、学術的研究が進められている。その研究成果の報告と還元等を目的として、越後白雪岳研究会が2010年に発足して、活動が続いている。直近の活動では、平成27年10月17日、都内にて、平成27年度越後白雪け研究会を、 開催し、研究成果を発表した。今年で6回目となる本研究成果発表会では、過去に発表した免疫不活作用や高い抗酸化力などに加え、海洋性大腸炎への越後白雪だけの改善効果などの研究成果が発表された。ありがとうございます。